やあということでね、ちょっとなんか変な音がね入り込んでるかもしれない。ブォンブォンブォン、食洗機が動いてます朝食を食べた食器を洗ってますということなんですけどね、いやなんでこんなところでね、動画撮ってるかというと、ここにあの冷蔵庫があるんですよ。冷蔵庫、僕が使ってる冷蔵庫めっちゃちっちゃいですよ。ほら立ったらもうここ一人用の冷蔵庫をね、まあ、まあまあまあそれは使ってるんですけど、僕が一人暮らしを始めてすぐ使い出したものをもう延々ずっと使ってるんですよ。でまあかなり古いのと、なんて言うんだろう、ちっちゃいから長ネギとか買うじゃない、入んないんだよね長ネギ入らないんだよそのまま。まあ切って入れりゃいいんだけど、ほらなんか野菜って切って入れたらさ、切ったところから鮮度がわーって出てくって言うじゃん。だからなんかね、いつもねこう長ネギをうんってした状態で無理やり入れてたりするんだね。でまあだいぶ古くなってきて、汚くもなってきて、まあ、そういうちょっと不便もね増えるようになってきた。なんか動画を撮るようになってからというものですね、買い物に行く時間ももったいないみたいな生活があって、ちっちゃい冷蔵庫だとね、もっとね2日分の食材詰めて終わりみたいになっちゃうんですよ、なっちゃうんですよね。できればこう1週間分ぐらいバーンと詰め込んで、しばらく買い物行かなくても大丈夫みたいなことにすると、動画を作る時間がギュッとね増えるよなとかいろいろ思ってた。そこでね冷蔵庫を買うことにしましたね。思い切ったでかい決断ですよ。高いよね冷蔵庫でね。でそれでもう間もなく来るんですよ、もう間もなく運ばれてくるということで、でこのねちょっとこの最後にこの冷蔵庫にお別れを告げるということですよね。ちょうどね冷蔵庫入るスペースが、ね、あったりするんですね、うちにはね、このね、まあまあごくごく平凡なこの冷蔵庫ともお別れですよ。こんなところになぜかチンアナゴが。ちょっとね中はね汚くてね、ちょっとお店で、あちゃ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 、中はねかなり汚くてねお店できません新しい冷蔵庫の方で、なんかこうちょっとなんか俺映っちゃってんだ俺映っちゃってんじゃねえかこれね。今までありがとう冷蔵庫よね。はい、というわけで狭いなここね狭いね、だってさ直前までこのぐらいの高さの冷蔵庫だったものがこれだよ、自分の身長超えてきたんだよねっていうことで運んでもらいました。いやー思ったんだけどさ、こう冷蔵庫運ぶ仕事してる人ってめちゃくちゃすごいね。こんな狭いとこにだよ、いやもう入れてくるときこういうのとか避けておいてあげればよかったなと思って、こんな狭いとこにこんなでかいもん入れるの大変だろうなと思ってさ、それ1日何台もさ多分運ぶんだよね、ちょっと尊敬しちゃいましたねとかっていうふうに思いつつも見ていきましょう。で狭いんでカメラ持ってこうやってやったらね全然見えないんですよ。 GoPro で、 GoPro の方がねほらちょっとね画角がねおそらく広いと思われますので、というようにこのようにですね、茶色の冷蔵庫ですね、うちの茶なんていうかこのほらこれなんですよね、こういう感じでね、キッチンがちょっと茶色い催しになってたりもするので、ちょっと俺また透けて映ってるな。はい、ね、じゃあ早速まずは、嘘、マジか、チンアナゴつけようと思ったら今時の何冷蔵庫ってこういうマグネットというか磁石つかへんねん。あそう、これどうしようこれ、さようならチンアナゴ、違うところでまた会いましょうということなんですけども、私が購入したのは三つ星の冷蔵庫ですね。切れちゃう冷凍とか氷点下ストッカーっていうところだと思います。ちょっと開けていきましょう、これをね開けます。ドンとね、これすげえ失敗したのがさ、うちここに窓の取っ手があるんですよ。当たる当たる、いやでもこれはまあ仕方ないか、仕方ない、これ当たってますねや、当たってますねや、まあ仕方ないかなとか思いつつも、まあこうやってねこっち側は普通に開くんで、あじゃあこういうふうに開けようか、慣れてない慣れてない、はい、こんな感じになってます。まあこれだけでもね、まあ以前はそのほら普通に冷蔵室と冷凍庫っていうシンプルな2つだけだったところに対して結構ね、あこれだけでもたくさん入れられるなって気がしております。でまあここに新鮮なものを入れたり、なんかその
ハムとか開けちゃったやつとかを入れたりすることができるようになっている場所と、ここがね、なんだっけ、これ何これ氷点下ストッカーってところかな。凍らさずに、肉とか魚を凍らさずに、長く長期保存するっていうことになっておりますね。で、ここに氷が、ね、作れる。これね、長く開けてるとね、早く閉めて、早く閉めてねっていうのが出てきますね。で、話戻るんだけれども、これが、まあ、氷を作るため、ここに水入れると氷になってくれるんだけど、なんかね、水道水を入れてもカルキを飛ばしてくれるらしいんだよね。便利な世の中だね、ほんとね。そんなわけで、下に行こうか。で、二つあるんです。ここは、まあ、今言った、その、氷を、なんやかんやするとこですよね。ほいえ、ここが、これはね、切れちゃう冷凍だっけな、瞬冷凍とかで、すぐ凍らすのかな。まあ、長期間保存できて、なおかつ、凍らせたものを解凍せずにそのまま切ることができるらしい。使うかな使わない可能性ありけりだよね。で、この下が、これは、冷凍室ですね。まあ、なんてことはない。まあ、ヒカキンさんが冷蔵庫買ったよっていう動画出した時って、確かハーゲンダッツを山ほど入れてた。無理。無理。まあ、2、3個はハーゲンダッツ入れるけどね。で、一番下が、これが野菜室になっておりまして、なんかね、ここからね LED のライトが出てきて、野菜の鮮度を保つとか、なんて書いてあったかな、ビタミン C アップだって。光の力でビタミン C アップ、すごい。ということでね、さらに言うとここにね、ペットボトルも入っちゃうということなので、一番ちょっとね惹かれてるのはやっぱこれだよね。扉でこういろいろね調整できるのいいよね。何できんの、朝どれ野菜設定しますか。はい、いいえ、ちょ、何言ってるか分かんないね。氷を急ぎで作るとか、まあまあいろいろあると。違う、これ冷蔵庫の形になってどこのことか教えてくれてるんだね。氷点下保存するんであればこう入って設定すればいいと、まあ、そういった細かな設定がね、いろいろできるよねという話になってる。そっか、朝どれ野菜を設定すると、さっき言ってた光の力でビタミンアップができるってことかな。まあ、そんな感じになってると皆さんお気づきだと思います。どんな性能なのかよく分からずに凍ってるというところなんですよ。仕方ない。もう一応ちょっと見ていただくんですけど、うち冷蔵庫スペース的なものがね、ここにあるっちゃあるんですよ。ここに入るサイズっていうところがまずそもそも第一条件だったっていうことなんですよね。ちなみに価格は税込み20万でした高いよね、冷蔵庫って。でもね、もっと高いかなと思ってたんですよ。30万とか40万ぐらいするかなって思ってたんだけど、サイズ的にね、あの値段で収まってくれたということで助かった。でも20ドゥフ食材買いに行くか、チャーチル。お前の餌も買わなきゃいけないしな。な、中に詰め込むものをね買ってくる、くるわね。で、長ネギをさ切らずに入れられるかどうかってやりたいんだよね。ちょっと買い物行ってきます。そんなわけで食材を買い込んできたぞ。詰めます。はい、そんなわけでね、相当買い込んだやつを入れたんですよ、ある程度ね。なんていうかさ、だって言ったスカスカ、もう超余裕なんすよ。まだまだ入る。めちゃくちゃ買い込んできたのに、すっげえ余裕なんですよね。でね、ここ。ひき肉をここに入れてます。これ切れちゃう冷凍。瞬冷凍ってやつかな。凍った後にサクッと切れるかどうか、ちょっと試してみたいっていうね。これひき肉買ってきました。使う用途もないのにひき肉を凍ってきたよと。で、あと、冷凍庫ですね。冷凍庫は、まあ、全然何も入ってないよね。何も入ってないんだけど、まあ、冷凍食品と。ちょっと、それ、僕、一応ハーゲンダッツ4つ買ってきたけど、スカスカだから様になってないよね。で、野菜はね結構買ってきたよというところですね。キャベツやら、なんやらかんやら、大根とかね、玉ねぎとか。でね、因縁の対決だよ、因縁の対決。長年の因縁の対決、長ネギこれついに決着つく時が来たよ、これ。はい、入れるよ、いい、
としまったよ。いやでもこれね、下の方に入れた方が、あのビタミン C、長ネギにビタミン C ってあるね。わかんない、全然わかんないんだけど、はい、こちらはこれ入んのか、これこれはさすがに入んないか、さすがにこれは入んないか、曲げなきゃね、ダメかダメか、入った入ったよ。いやこれでとうとうね、俺の勝ちということで。いやなんかね、冷蔵庫ね大きくなったらなったで、あれさ、いつもね今まであの奥の方の食材とかさ、なんかあることに気づかずにダメにしちゃってたことって結構あったんだけれども、これね見渡しやすいし、奥の方にあるやつとかもね忘れずに使える、いいね。すっげー買い込んでもまだスカスカだから、生活がすごく良くなりそうな気がしております。ということでここまでです。現場からは以上でした。じゃあね。さあ、春冷凍に入れたひき肉約、5時間から6時間ぐらい入れてます。確かに冷凍されてるんだけど柔らかいっす。ちょっとこれ切れるよ、そのまま切ってみよう。行ってみます。サクッ、すげえなこれ。以上。